日本近畿地方大阪府大阪市西成区、天下茶屋天下茶屋後天下茶屋は、大阪市西成区の地名である。一般的には、南海電鉄、大阪メトロ、堺筋、千天下茶屋駅周辺及び、西成区の中部東部を包括的に示す繁殖地名として使われる。天下茶屋1丁目から3丁目、及び天下茶屋東1丁目から2丁目が、 天下茶屋駅の東側北東側にあり、また、西成区の地域区分としての天下茶屋地区は、大阪市立天下茶屋小学校の通学区域を指すが、これにとどまらず、天下茶屋駅西側、北西側から西天下茶屋駅周辺にかけての一帯や、西成区東部、南東部の安倍の区との境界付近を広く指し、また稀に、安倍の区側も含めることがある。一方で、 半昌地名の場合は、天下茶屋北は、天下茶屋には含めない場合も多い。半昌地名として使用される場合の天下茶屋の地名の範囲については、はっきりした定義はない。天下茶屋駅の南側、南西側は、岸の里の地名で呼ばれることもある。広く捉えた場合は、西成区の半分近くを占めるような、西成区の代表的な地名でもある。なお、 天下茶屋の地名の起こりとなった場所は、現在の天下茶屋ではなく岸の里東二丁目となっている。現在ではほぼ全域が住宅地となっており、大阪の典型的な下町の一つとみなされている。天下茶屋の地名は、かつてこの地にあった茶屋の名に由来する。この地は、古代には、天神の森と呼ばれる薄そとした森の茂った、ひなびた土地だった。そこに湧く、 水の良さに着目して、茶室を建て、森を切り開いて、道をつけたのが、千里宮の死に当たるだけの女王だった。以来この地は、女王の森とも呼ばれるようになった。天正年間には、楠木正行の十世孫であるという初代、めきこ平公立がこの森の西側を開き、ここに茶屋を出した。そして三代目、めきこ平正律の時、住吉神社を参拝した、関白。 豊臣秀吉がこの地に立ち寄り、この目木屋の茶店から生鮮を組んで、お供の千里宮に茶を立てさせたところ、味の良さに感激。そこでこの泉に、恵みの水の名を、目木家に玄米年三十票の朱印を与えた。そこから、関白殿下の殿下茶屋、天下人の殿下茶屋などの名が知られるようになったという。慶長十四年三月三日には、父、 林現場を闇討ちにした、大麻サブロウエモンを、現場の維持重次郎と源三郎の兄弟が9年間に及ぶ苦難の末に、この地で見事に打ち取っている。この、天下茶屋のあだちは、当時代表的なあだち事件として、講談や歌舞伎などに取り上げられ、その結果、天下茶屋の名が、日本中に知れ渡ることになった。元は、西成郡、勝間村に含まれ、 奇襲街道に面した神家で、勝馬神家と呼ばれていたが、天明から完成年間にかけて、東成郡天王寺村に含まれるようになった。天下茶屋の集落は天王寺村の集落の一つとなったものの、天下茶屋の地名は、現在の西成区岸の里東二丁目付近を中心として、天王寺村、勝馬村及び西成郡、 今宮町の三村の境界付近を広く指す地名となっていた。明治時代後期になり、地域の東部は郊外別荘地としての開発が進められた。また、地域の西部でも大阪市の発展に伴って住宅地へと変化していった。日露戦争の際には、不慮収容所や付属施設などが一時期設置されていた。不慮収容所は、天下地や駅の北西にあったと伝えられるが、 存在したことは、当時の新聞記事で確認できるものの、資料が乏しく正確な位置や規模は分かっていない。不慮収容所閉鎖後に、土地は地主らに返還されたものの、元の農地に復元するのは困難として、当時の今宮村が、高地整理組合を作り、住宅地としての開発を図って、5番目上の路地へと区画整理した。南から流通、桜通、立花の通、 松通などの東西の道路が作られた。一帯は東成郡天王寺村及び西成郡今宮村、西成郡勝間村となっていたが、1925年にいずれも大阪市に編入された。なお、大阪市編入直前の天王寺村は人口が5万人を超える日本一の大村となっていたが、人家が最も集中していたのが天下茶屋であった。 旧天王寺村の区域は、住吉区となり、1929年に、天下茶屋や松田町、商店下、天神の森の町名が設定された。当時の天下茶屋の町名の範囲は現在とは異なり、概ね現在の天下茶屋2丁目及び、同3丁目のそれぞれ東半分と、岸の里東の東半分に相当する。商店下の町名は、 天下茶屋の聖天山こと聖縁寺の坂下にあることに由来する。また天神の森の町名は天神の森天馬宮に由来する。また旧今宮町及び玉まで町の区域は西成区となり、旧今宮町地域では編入と同時に旧寺を引き継いだ町名が設定され、また旧玉出で町では編入2年後の1927年に町名が設定された。 1943年に大阪市の行政区の境界変更が行われ、天下茶屋、松田町、商店した天神の森の各町が住吉区から西成区に編入された。1945年には大阪大空襲で地域一帯が被災し、天下茶屋の地名の由来となった屋敷も消失した。1973年11月には西成区全域で 住居表示を実施し、現在の町名となった。天下茶屋の町名の範囲は、全体としては北西に移動した形となり、天下茶屋駅東側、南海本線、松虫通、半海線、大阪市道、津り安倍野線に囲まれた地域に、天下茶屋の町名が設定された。一方で従来天下茶屋の町名だった南側については、 西側の町と統合される形で岸の里東の町名が設定された。また松田町のほぼ全域に天下茶屋東の町名が設定された。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2019年9月30日現在の世帯数と 人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に西成区にある以下の通学区域に隣接する校区にある小学校、西成区内にある。 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。南海本線と半海電気軌動半海線が南北に走っている。また住所表示上の天下茶屋からはやや西に離れているが広域地名で天下茶屋と呼ばれる場合もある地域を国道十六号と大阪メトロ四つ橋線が走る。 ありがとうございます。